内藤さん、質問来てました。レッスンにおいて男子と女子の違いってありますか？大きく違うのが、もう脳の構造が違うからはっきり分かれてるんだけど、まず男性はリズメで説明した方が理解してくれる。リズメ、理屈っぽくっていうことね。ああ、なるほど。で、女性は逆にフィーリング、感覚で説明した方が分かってくれるケースが多いです。たまに逆がいるから、そういう時は、その人に合わせて説明するケースバイケースなんですね。あ、そう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 、はいはい。男性はですね、例えばもうちょっと優しく弾いてっていう時に、雰囲気でもうちょっと優しく弾いてだけ言うとハッてなっちゃうわけです。どうしていいか分かんなくなっちゃうんだけど、はいはいはい、じゃあ優しく弾くのってどうやって弾くのっていう説明をしてあげると分かってくれる。指の腹をちょっと多く使って、で、打点のスピードをゆっくりにして弾いてごらんとか、はい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 、そういう風に言うと少し理解してくる。なるほど。だけど逆に女性はそれ言ってもちょっとそこまで言われると難しいとかなっちゃって、もう防衛線張っちゃう、バリア張っちゃう人が多いから、はいはい、逆にそういう時は例えば雲の上に寝てる感じで優しく包まれてるように弾いてっていうとできちゃう人もいます。これ上級者の方が多いんですけど、で、まあ、初級の子たちはこういう風に言いつつも、まあ、言うても分かんないだろうから、はい、でちょっと指の腹多めで弾いてごらんとかっていう風には言うんですけど、あんまりちゃんとこういう体の構造だからこういう風に弾きますみたいなことは女性には説明しないです。へー、ちょっとやってみる？じゃあ、お願いします。例えばこうやって硬く弾いてきちゃいました、はい、でもこんな音いらない、本当はこういう音を弾いてほしいの説明ですね。男性はこの指の腹を多めに使って、で、打鍵のスピードをゆっくりにする、ゆっくり落とす、ゆっくり落とす、これだけでこう優しい音になる。で、ちょっとこうやって力が入っちゃう人だったらため息しながら弾いてみてください。はぁ、そうするとこれだけでちょっと変わるじゃない。で、ここにイメージをこう乗っけてあげる、上級者なんかはイメージを乗っけてあげる、はい、で、女性陣はここまで説明するとちょっともうレベル高いわってなっちゃう多いので、はい、雲の上に寝て幸せだなと思ってる、こういうイメージを持って弾いてみてっていうと、なんか優しくこうやって弾けるようになっちゃうから、へ、そういう音が出てきたら、じゃあもうちょっと指の腹で弾いてごらんとかっていうと、よりもっとそういう音ができたりするかな。っていうか表現の仕方がなんか文系っぽくていいですね。そう、結構ね、文学的な人が多いかな。へー、雲の上にいるような感じ。ガチ文系じゃないですか。絶対理系者出てこないよね。理系者絶対出てこないですね。雲の上にいるがしかしみたいな、そういう感じだったね。そうですね。水蒸気だから落ちますみたいな。はいはいはい、はい、夢がない、夢がないよ。え、ちなみに文系だったんですか？あ、私理系だよ。え、理系者だから。え、なんか文句でも、あ、やばい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 